皆さん、こんにちは。c f 熱の中原です。私ですね、実はこう見えて不動産オーナーやっております。2件ほど物件を持っておりまして、今日はあの港区の物件をぜひ投資分析させていただければと思っております。まあ、どういったところを始める前に見る必要があるのか、そういったところもポイントを押さえてですね、ご紹介させていただきたいと思います。このセミナーで得られんものと、 いうことで、わさ物件よしあしがわかるったところと、購入する場合の着眼点、投資分析を知ることで、自分に合った不動産投資っていうのがわかるようになっております。視聴者ご本人、例えば周りの方でわさ物件を購入してしまった方でもですね、今後の出口戦略がわかるセミナーとなっております。わさ物件のまずメリット。節税効果が大きい。建物を原価償却できますので、節税効果は大きいと思います。 次に、生命保険効果、死亡保障が高い。金額も高い分、生命保険効果、斬新ですね。で、死亡保障、なくなったら、ローン、残債がなくなりますので、死亡保障は高いかと思います。実際、相続で買われる方っていうのもいらっしゃるんですけど、いつなくなるかわかんないので、手出しがマイナスで、じゃあ売却したりになった時に、負債を抱えてしまうっていったところもですね、なったりとかするので、まあそういったところも注意が必要ですね。次に、金融機関の融資が、 織りややすすいいいあと長い年数を組みやすい僕の物件も今35年で組んでおります中にはですね40年45年組める金融機関もあったりするのでまあ蓄年数との比較にはなるんですけども長い年数融資が組みやすい物件もあったりします築朝とか新築物件ですね高立地に位置している物件は非常に多いんじゃないかな印象を受けます 都心以外の方もですね、新築は立っているような印象は受けております。入居側の目線で立つとですね、設備が新しい分入居者付けしやすいと。生活の様態も変わってきてますので、そういったところで部屋のグレードっていうのは新築になればなるほど良くなるんじゃないかなっていうメリットはあると思います。その次ですね、修繕積立金が安いことが多く、 大規模修繕までの期間が長い。新築の場合ですと、僕がこの前提案を受けた物件だと、1000円弱ぐらいの物件もあったりとか、本当に修繕積立金が安いなっていう物件もあったりします。新築の場合ですと、大規模修繕までの期間が長いので、そういったところも含めて安いんじゃないかなというふうに思っております。 ただ、安いからいいってわけではなくて、まあ、今後、一日その金額でいくわけでもないので、増えていく可能性も考えないと、築さを持ったら、ちょっと火傷しちゃうよ、というところもお話しさせていただければと思います。逆に、築さ物件のデメリット。 値段が高い。3000万円前後から4000万円前後。これ高いですね。ちなみに僕の物件も3100、まあ3200万ぐらいの。まあ今新築どれぐらい値段するんだろうなってところで、港区の浜松町の物件3800万ぐらい。3000万円で買えなくなってくるんじゃないかなぐらいの価格帯になってきております。これを買ってしまった時に発生するのがですね、購入してすぐ 売却しづらい。短期の売買を繰り返すにはですね、非常にコストがかかってくる。新築を持ったら、鍵を刺した瞬間に2割価値が落ちるというふうに言われておりますが、車もそうですよね。新車買ってすぐ売るってなった時に、当然新車の値段では買い取ってくれませんので、ここが一番大きいデメリットなんじゃないかなというふうに思います。引き続きまして、賃料の下落リスクが、 あるってところで当然新築だったり築浅物件だと設備もかなり新しくてですね入居者付けもしやすいお部屋にはなっておりますので賃料も最初は取れると思いますただ10年後20年後その家賃が維持できるかと、まあ、冷静に考えて多分取れない賃料の下落リスクがですねあると思います月々のキャッシュフローがマイナスになる可能性が高いとサブリース まあ、集金代行とか、契約形態を組んで始められる場合だと、1万5千円前後、高いところで月々2万円の手出し、月々2万って結構きつくないですか手出しって。僕はきついです <laughs>、まあ。マイナスキャッシュフローになる可能性が高いったところは認識していただければと思います。 あの、年数をじゃ長く組めば、月々プラスになるんじゃないかなっていうふうに思われる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、年数を伸ばせば伸ばすほど家賃収入が入ってくる期間が長くなってきますので、それを考えると長くするのも正解ではないなというふうに思っております。売却価格よりもローン残債が大きくなる。まあ、売りたくても売れなくなる。例えば、持って5年後に売りたいですと。 なった時に購入価格ではではすね売れない可能性非常に高いのでローン残済が本当に大きくなる業者もですねお客さんも安く買いたいという方もいらっしゃるので売りたくても売れない希望の金額で売れないっていう可能性はですね非常に高いと思いますで一番最後にですねサブリース契約が解約できない業者があるちなみに僕もサブリース契約でやっちゃってます サブリエスがあるかないかでも結構売却価格にです影響出ますのでそこの具体的な金額っていったところもですねご紹介できればと思っておりますので物件選びで見るべきポイントはどこを見たらいいんだろうっていうこれですねあの弊社が祝福物件を言ってる図面になりますラフィーのお茶の水祝福物件を弊社ご紹介させていただいてるんですけどもなぜこの物件祝福物件なのかまず図面の方からお話しさせていただきたいと思います 洗濯機置き場の有無をしっかり見ていただきたいなと。まあ、今は多分洗濯機置きがない新築ってほとんどないんじゃないかなとは思っております。それがないと入居者付けも非常にできないかなと。もう今はスタンダードになってきてるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ない場合はですね、後付けでですね、設置は可能なので、可能な間取りかどうかあったところはしっかり見ていただきたいと思います。まあ、参考ではあるんですけども、 防水板の設置費用、約15万円前後。電気温水器ガス給湯器の交換が約20万円前後。設備の耐用年数は15年前後。電気温水器が設置してある物件であれば、そういったところも交換時期が来ているのかどうかとか、まだまだ使えるのかどうかといったところは調べていただく必要があるかなというふうに思います。給湯器、電気交換40万円前後、耐用年数20年前後となっております。 こちらも同様にですね、年数は確認していただきたいと思っております。お部屋の間取り、方位ですね、高層の建物もあったりするので、低層階の方もしっかりお部屋の方位だったりとか、眺望といったところもしっかり気にしていただければなというふうに思います。奇抜な間取りだと、客付けに非常に苦戦する可能性もございますので、非常に間取りは重要だと思っております。 お部屋の向きですね。バルコニー向きは基本お部屋の向きという認識でいただいて問題ないんですが、南向きが一番ベストだというふうに言われております。東、西もベターな方角かなと。北はちょっと、まあ、日射がどうなのかなってところで、まあ、一番南向きが日射も確保、最高も確保できてベストなんじゃないかなというふうに。お風呂の方ですね。新築ももしかしたらあるかもしれないですけども、シャワーブース、シャワーユニット、 だけっていう物件もあったりすると思いますので、それだと入居者付けしづらい。ユニットバスの方が入居者付け、まあ、どちらが対等で戦えるかって言った時にはユニットバスが付いてる方が入居者付け非常にしやすいかと思いますので、購入前にはですね、しっかり確認していただきたいなというふうに思います。図面の右側にあったところですね、物件の詳細をですね、まず初めに不動産が立ってる場所ですね、地方と首都圏、どっちを買いますかって言った時に、 まあ首都圏の方が当然人口は多いですので、そちらの方が入居者付けしやすい、まあ、ターゲットを広げやすいといったところはありますので、東京23区、神奈川県を弊社でですね、あの、お勧めさせていただいております。住みたい街ランキングもですね、あの、横浜市の1位になったということで聞いておりますので、そういったところも含めて東京23区、神奈川県をお勧めさせていただいております。 まずアクセスですね、最寄りから徒歩10分圏内、ここはしっかり見ていただきたいなと思っておりますあとはですね袋路線の有無他の路線が通ってないかといったところもですね見ていただければと思いますどうしても駅から遠い10分圏内で収まらない物件だとですね金融機関によっては評価が出なかったりとかですね売却価格がですね思ったより出なくていったところはありますので10分圏内は見ていただきたいなといったところはあります 引き続きまして、構造とお部屋の位置。まあ、先ほど部屋位置の方もお話はさせていただいたんですけども、構造ですね。弊社の区分ですね、区分マンションでご紹介させていただいているのは RC もしくは SRC 像をご紹介させていただいております。耐久性ももちろんながら、耐用年数も非常に長いので、お勧めさせている一つとなります。RC 像、SRC 像、耐用年数が47年。コンクリート像が耐用年数が34年。で、木像が耐用年数22年となっております。 おりますす権権利利形態土地権利ですねそこはしっかり確認していただきたいなというふうに思っております所有権借地権いろいろ種類はあるんですけども基本的にはワンルームチームですね所有権を土地権利とした物件をですねご紹介させていただいております 借地権だとですね、ほとんどの金融機関が融資が通らないって言ったところと、土地代がかかってきてしまうってところで、ベックスにも非常に影響を与えるってところで,ですね、所有権の物件をですね、ご紹介させていただいております。次に、専有面積。基本的にはワンルームチームでは、専有面積15平米以上をご紹介させていただいております。一等立地なら、それ以下、14、15平米に近い物件、部屋って言ったところもですね、ご紹介させていただいております。 からさまに狭いお部屋っていったところはですね、ご紹介はしておりませんので、入居者付けも考慮しながら、あの、ご紹介はさせていただいておりますので、ご安心していただければと思います。次にまして、旧耐震基準か、新耐震基準か、近さだった新築物件だと、新耐震基準にはなりますので、そこも大丈夫かと思います。旧耐震と新耐震の基準ですね、どういったところから変わるのか、 弊社の地区フール物件をご紹介させていただいているんですけども、昭和56年の6月1日以降建てたものなら基本的には新耐震基準に適合しているといったところで、旧耐震基準でもですね、耐久補強が施されていれば基本的には新耐震基準に近い耐震基準となっておりますので、そこ,こもご安心していただければと思います。ただじゃあ、6月1日以前が全て旧耐震化っていったところも、実はそういったところもないので、えっと、中には新耐震基準を見据え立て,てる物件 経験ってところもあったりはしますので、まあ、そういった基準をクリアしていければ身体新基準ということでなるということで、役所からは回答は得ております。はい、<laughs> あとはですね。築年数によって金融機関のですね。借り入れ年数は変わってくるかと思います。賃貸中か、空室か賃貸中であればですね。入居者の属性であったりとか、賃貸期間を調べる必要があるかなという風うに。 思います。属性が生活保護であったりとか、無職の方の可能性もあったりはしますので、そういった場合、家賃滞納のリスクも出てくるかな、といったところになります。あとはですね、賃貸期間、非常に長い年数住まれている場合だとですね、退去された後の現状回復がコストが加算でくる可能性はあると思います。 そういったところもですね、弊社でも調査はさせていただいておりますし、そういった後のですね、アフターフォロー、要は現状回復、どう、どこを改善すべきなのか、あったところですね、ご提案はさせていただいておりますので、その点もご安心していただければと思います。じゃあ、賃貸中か、いいかと。言ったら、また、空室の方も実は、あの、メリット、デメリットあります。空室であればですね、室内の確認ができる、設備が何がついているのか、あったところ、確認できるかと思います。 お部屋の今の状態といったところもですね、確認できるかと思います。リフォームの用費、要はリフォームが必要なのかどうかといったところもですね、空室じゃないとできないところではありますので、空室の逆にじゃあデメリットは何かといったところは、まず入居者付けをしないといけない、家賃が入ってこない期間があるといったところは、ご承知をおきいただければと思います。 弊社では空室率ト、約1.5ヶ月で決まる賃料を想定しながらシミュレーション等をさせていただいておりますので、その点についてもご安心していただければと思います。続きましてですね、倉庫数をしっかり確認していただきたいなというふうに思います。ワンルームチームではですね、倉庫数目安としては30個以上を基準として調査はしております。 個数が少ないと修繕積立て金の額がですね、大きくなったりとか、15年後の大規模修繕の時に修繕積立て金が足りないんじゃないかなっていう推測ができるんですね。なので、30個以上を目安として大規模修繕向けてちゃんと計画的に貯まるのかどうかってところはですね、分析をさせていただいております。下の方にもちょっと書かせていただいてるんですけども、まあ、修繕積立て金が少ない場合ですね、修繕積立て金が上がる可能性があったりとか、 要は大規模修繕時にあの一時負担金ということで、まあ、ちょっと大きい額を請求される可能性もございますので、そこはご注意いただければと思います。中には結構管理組合が借り入れを起こすっていうこともですね、物件によってはあったりするので、そういったところもですね、調査はしておりますのでですね、個人で買われる方がもしいらっしゃったらそこはご注意いただきたいなというふうに思います。 国土交通省がですね、修繕積み立て金に関するガイドラインを定めておりますので、均等を積み立てることをですね、前提にした、まあ、専有面積、1平米あたりの平均値ということで、200円から300円とされておりますので、そこもご紹介させていただければなと思います。でですね、物件の場所、先ほども、あの、徒歩10分圏内、駅から徒歩10分圏内というふうにお話をさせていただきました。 で、あと周辺環境ですね。コンビニがちゃんとあるのか、要は生活しやすい環境が整っているのかどうかとか、中にはですね、検温施設があったりします。あとはですね、属性もエリアによっては変わってきますので、サラリーマンが多いエリアとか、あとは大学生が多いエリアとか、まあ自分に合ったですね、物件をご購入していただければなというふうに思っております。大学専門学校、まあ企業の有無ってところはしっかり確認をしていただきたいと思います。 築浅物件の提案を受けたらですね是非ご相談いただければなと思います今後も持ち続けていこうかな超長期保有させていただこうかなと診療を受けしているのかどうかあったところの検証も踏まえてですね情報発信していきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします